新規バス新規バス三木営業所新規バス三木営業所2013年12月14日撮影9新規バス三木営業所2011年2月2日撮影新規バス三木営業所とは兵庫県三木市平田にある新規バスの営業所の一つ所属車両に付される略語は3最寄りの停留所名も三木営業所である 三木市内に乗り入れる路線をほぼすべて担当するが、一部は、子会社の新規ゾーンバスに管理業務を含め、全面的に委託している。精神営業所の管轄エリアへの出稼ぎ運用も多く、精神中央駅発着の路線も一部担当する。また運用の効率化を図るため、笠、大吾、渡瀬、南木台に車庫があり、そのうち、渡瀬と、南木台の車庫は、 三田営業所と共用している。2015年10月、三木市、コミュニティバス、三木、イバス、北張間総合医療センター直通バスの廃止により、両バスの当営業所が委託を受けていた路線は、一般路線として運行開始した。オフしたものは、新規ゾーンバスに運行、管理を委託、または共同運行している路線。 北張間総合医療センター発着路線医療センター、発着路線の一部の系統で使用している車両。101系統から109系統までの路線は、2015年9月まで、直通バスの路線として運行されていた。精神中央駅発着の路線はすべて精神、営業所と共同運行で、大半は10番乗り場から発車する。三木市のバス交通の見直しにより、 路線バス、コミュニティバス、直通バスの区分をなくしすべてのバスを一般路線バスとして運行することとなり、2015年9月にそれぞれ運行を終えた。三菱不走トラックバス制が多数を占める。一般路線車については2014年以降、毎年1から2台のペースで新車が導入されている。また、2ステップ車両は全廃された。特攻車は、 エビス快速で使用される車両が多い。運行当初は三菱不走製のみだったが、近年、セレガ HD、ガーラ HD といった、J バス製の投入が相次いでいる。中型車はすべて、応募車庫所属。新規ゾーンバスに管理委託されている。エアロミディ MJKKMJ26HF、海外一台在籍する。ミキシバス交通の見直しミキシ。 ありがとうございます。